やるよ。みよやるよ。くすよおちちみそりょうたい。聞いたらいいさ。準備して。え、ゆきさん、もうすぐであの FM ギドワンのミーヨの番組始まるんじゃない？あのタイトル名前なんだったっけ？チューンしまうた。こんにちは。マハロー。マハロー。マハロー。ありがとう。マハロー。こんにちは。今日もね、揚げぽよでお送りしておりますよ。チューンしまうた。はい。今日はなんと生放送ではなく、収録放送でございます。はい、よろしく。ゆきさんよろしくね。はい。ここのところね、はいはい、あの真剣に眠るっていうのをね、うん、やってみたんですよ。真剣に眠る。なんか、うん、スマホとかいじりながら電気とかもつけっぱなしで寝ることが多かったんですけど、はい、気づいた寝落ちしてるパターンね。そう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 、あるある。じゃなくてちゃんと全部消して、スマホも全部電源切って、電源切ってちゃんと布団引いて、おどんだけちゃんとちゃんと寝てなかったのか分かりますね。そう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 、ちゃんと布団引いてる。そうしたらやっぱりすっきりしますね、はい、あ、すっきりします。睡眠時間ちなみにどれぐらい取るんですか？まあ、6時間。6時間それでもやっぱりすっきりするんですね。確かにスマホを見ながら寝落ちするパターンってありがちですもんね、うん、ちゃんと寝てみた。はい、ちゃんと寝てます。ちゃんと僕は寝てないですね。どっちかというとでも布団は引いて電気は消して寝てますから、あ、まだちゃんと寝てるかもしれないです ね。睡眠大事ですからね。大事ですね。今日なんかね、部屋が夜みたいですけどね、はい、そうですね、密室な空間でね、はい、そうしっとりお送りしましょうか。はい、しっとりお送りしましょう。はい、では参ります。はい、行きましょう。あ、マイク上げます。いつものやつですね。りょうちゃるむぬや FM ギノワン田辺ゆき、わさびぐしけんよ、ほよほ、音楽とお笑いと土台の異なります2人が繰り広げてまいります。沖縄民謡と沖縄愛に満ちた1時間。どうでん、まじゅまじゅまじゅん、一緒にちーゆいゆいけーゆいゆい、うちなの歌ちちゃびらかたやびら、やーさーさーはーいやー、やーさーさーはーいやー。ラジオは 79.7 メガヘルツ、そして世界中で聞けますのはリッスンラジオ。アプリリスンラジオはなんとイチャンダー無料。今日はね、ツイキャスト YouTube 配信はありませんが、ね、いつもはお送りしております。はい、DDD DDD 沖縄民謡のリクエスト、ほう、お便り、はい、待ってる。チャーシーへ流すのは具志堅、監視流すよ。メールは797@fmginowan.com。 ツイキャスはね、今日はやってませんが、普段は FM ギノワンのホームページから。電話とファックスは 098-943-0094。 今日は誰から来るかね。あの人から来てるよね。来てたよね。来てたね。うね、またハンマングラチューン民謡研究所やります。今日の研究所は、うん、どうしようかな、ちょっと相談しながらやろう。相談しながらうがどういびん、それ最後までお楽しみくださいませ。東大始まり始まり。ではまず1曲目は大城美佐子さんで島巡り。大城美佐子さんで島巡りをお届けしました。チューン島歌。ツイキャス来てます。ツイキャスは、ね、じゃあね、メールが来てますよね。ありがとうございます。メッセージね、はい、すぐアウティーハーティッシュ送ってくれましたよ、はい。この方からいただいております。ゆきさん、
まさかやの具志堅さん、こんにちは。こんにちは。ラジオネーム、あすみです。あすみさんね、こんにちは。まさしーが名古屋に行かれてるということで、ぜひ名古屋名物のひつまぶしを食べに来てください。エブフリや味噌込み、味噌煮込みうどん、きしめんの皮麺のお土産もいいかと思うし、モーニングコーヒーも食べてからさ。あ、そういえば遊びじゃないんだったっけ。あのさ、名古屋は盆地だから、沖縄とはまた違う暑さもあるかと思うので、気をつけて行ってきてくださいね。何回りも大きくなって戻ってくるのを楽しみにしていますよ。ところでゆきさん、今回、はい、あの歌のリクエストがあります、はい、私ゲット、3人が大好きなのですが、3人にちなんだ歌があれば聞きたいです。よろしくお願いします。では今日の放送も楽しみにしてますよ、とあすみさんからいただきましたよ。ありがとうございます。収録放送すごいね。名古屋、今頃は具志堅は名古屋にいるってことですよね。そうですね、名古屋で今もう5日目になってるのかな。お、長いですね。結構僕がもうフルで行くので、その間で代わり代わりに MC 交代していくんですよ。夏希とやったり、ニッキーとやったりとか。はい、名古屋な、数えるほどしか行ったことないな。名古屋ね、去年行ったな。去年行ったんですか。お、名古屋の茶屋店っていうイオンのね。あ、茶屋店、イオンモール茶屋店で沖縄フェアの売り子、 MC 司会、司会だったりとかをやるのでね。味噌煮込みうどん美味しいよ。あ、いいね。よく聞きますけど、うん、食べたことないんだよな、味噌煮込みうどん。なんて店だったかな、山本、わからん、わからん。そっか、ってとこが美味しいよ。どこだ。ちょっと後でちゃんと調べるわ。後で、わかりました。ね、名古屋だから行くのでね、楽しんでいきたいなと思いますけども、ゆきさん、はい、3人、あ、3人、ね、今の時期綺麗なんだわ。今の時期、うん、ゲット ね、 ね、はいはいはい、ですよね。でね、曲はちょっと浮かばない。今浮かば、あ、浮かばないらしいので。浮かばないわ。ゆきゆきを調べるって形でいいんですよね。そうですね、うん、なんか、うん、思い出したら、見つけたらまたお届けしましょう。お願いします、はい、ゆきさんあれですよね、沖縄手帳の、はい、今年の、今年のね、沖縄手帳という手帳の資料編の担当したんですけど、植物が好きで、うん、沖縄植物くぶちっていうのタイトルつけてやったんですけど、なんか、ね、一番最初にゲットのこと書いたんで、ね、代わりにそれを朗読してもらいましょうかね。わかりました。これ本当に面白いですよ、いろいろ見てて、はい。3人、うん、雨の季節、シャキッとした能力の葉の間にほの白く、先は桃色の、これなんて言いましたっけ、陶器、陶器肌、陶器肌のつぼみが。わからん、そんな言葉ないかもしれないけど、私がそう思ったからそう書いた。いいじゃないですか、はい、陶器肌のつぼみが房をなす、一粒一粒の先にいちいち梅雨が浸っている、うん、滴っているのが、うん、艶っぽい、うん、歯を裂くとすっきりとした香り、うんうん、ムーチーが朝と呼ぶ人がほとんど、うん、ムーチーを包む歯としておなじみ、旧暦の12月8日に食べる、身を煎じたお茶を冷やして飲むとスーッとしておいしい、抗菌効果もあり、天然の防虫剤、アロマ、コスメにも、と書いてるんですけども、うん、なんか食べるムーチー、ね、葉っぱ以外にいろんな効果あることも教えてくれてるんですね、うん、身を煎じたお茶を冷やして飲む、飲んだことない。なんかよく 身は分かる、あの、うん、なんか丸っこくて、はい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 、つぶつぶが中に入ってるやつ、あれそのままお湯っていうか、はい、お湯に入れて煮たら美味しかった、うん、へー、そうなんだ、うん、はー、そうなんだ。アロマとコスメにもおすすめなんですか。うんうん、なんか虫よけとかに使うってことは相当抗菌効果が、はい、ね、なるほど、あるみたいだから、はい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 、うん、であといい匂いだから、あ、いい匂いかどうか、まあ、人の、ね、好みだけど、まあね、僕は好きですけどね、うん、あ、いい匂いだよね、いい匂い、いい匂い、スーッとする、爽やか。もうそのじゃアロマを使ってゆきさんは今のこの美貌を保たれてるということでよろしいですか。よろしいですか。たまにしか使わない。たまにしか使わない。そっかそっか。で、いろんな情報あるんですね。そうで、あそこ絵も描いてるんです、ね、絵も描いてる、絵もゆきさん描いてるんでしょ。そう、めっちゃうまいな。もしよかったら
ね、本屋でもうさすがにでも6月だから売ってないからそうかなまだありそうじゃないですか。あるかもしれない。沖縄手帳のね、うん、ちょっとなんていうサイズなんていうんですかね、これノートサイズ。ノートサイズか、はい、英語かな。僕ちっちゃいサイズは持ってるんですけど、うん、ちっちゃいサイズにこれついてないですね。はないです。はい、うん、すごい。クバノハとか他にバンシルとか、そう自分が好きなやつばっかり書きました。パパやウージーにまつわる知識と。そっかそっか、ゲット。好き私も、うんうん、その曲、そのまつわる曲はね、まあ、ゆく探しときますね。はい、探しておく、お願いします。はい、ではあらゆきとさんとパーシャクラブでイメヌカジ。あらゆきとさんとパーシャクラブでイメヌカジお届けしました。チューンしまうた。次は CM 行ってから跳躍のコーナーです。はい、はい、お楽しみに。楽しみに。有限会社三印刷はおかげさまで65周年。ビジネスの情報力、イメージをクリエイトする想像力、期待に応える技術力の3つの力に新たにドローン事業が加わりました。情報伝達を確かな力で、私たちは三印刷です。和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒などさまざまなお酒を楽しんでみませんか。ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから想像へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。今度のパーティーいい場所ないかな。天満のカラオケルームは周りを気にせず盛り上がれるよ。持ち込み自由だから誕生日会、新年会、モアイにも使えるってば。いくら？1時間1500円。いい安っ。貸しスペースだからね、地域の憩いの場になってるよ。もう電話してみて。カラオケルーム 892-3808。 ただいま。うっ、帰り。臭いから空気入れ替えるよ。カーテンシュッとしようね。ソファーもやるからどいて。はい、おむつ替えようね。おむつにもシュッとしておこうね。あ、匂いが消えた。ワンワン、ただいまワン。ワンコ、体拭くぞ。シュッ。さてと、これでよし。スッキリ爽やか。自然の力でフレッシュに。沖縄県産人参派成分ですっきり消臭ケアフレッシュ。お買い求めはマックスプラス、ペットボックスなど。人と地球に優しい有限会社エバグリーン。走りだや走りていかんや、泣かんきよ泣くな。 79.7 メガヘルツ FM ギノワン。チュンしまうて。チュンしまうたをお送りしています。はい、もうあげぽよでね。あげぽよってどういうこと。僕に聞かないでください。なんで分かってないので。なんで自分が考えたんじゃないの。これはあれじゃないですか、要はもうあげていこうみたいなことじゃないですかね。いいよね、五感がね。五感がいいですよね、うん、それです。あげぽよ。そうよね、はい。で、今日は今日はクイヌパナブシ、うん、クイヌパナブシ、はい、お届けしたいと思います。うん、で八重山の歌なんですけど、はい、滑稽な歌です。うん、滑稽な歌で、これがあの本島の方に流れてきて、歌がまた別の歌詞がついて、クイヌ花っていう、恋の花っていう歌に変化していくんですけど。あ、そうなんだ。はい、八重山のクイヌパナブシの跳躍をしてもらって、はい、クイヌパナブシをかけてから、うん、恋の花、クイヌ花を私が歌います。あー、いい、なるほど、はい、今日はそれで。わかりました。いきたいと思います。はい、ではよろしいでしょうか。よろしいです。はい、お願いします。岬の頂上に登って浜先を見ると、マカさんが布を晒してるな。見物だな。マカさん、そうにしても綺麗だな。え？大石に登って前の波打ち際を見れば、まっちゃんの野郎がタコ取りしてるや。面白。
なんかコント見てるみたい。まっちゃんが取ったタコ、タコは悔やまに石がついてるまま渡してました。そばに立ってるまっちゃんの嫁はんは嫉妬しいだから鍋と茶碗を叩き割り寄った。大道の丘に登って東の方を見ればユリや花かと思ったらまるちゃんのおパンツだった。ああ仕事探そう。クイヌパナブシ。クイヌパナブシをお届けしました、はい、ではしました。ここからはゆきさんの恋の花生歌で恋の花ですか。大丈夫でしょうか、はい、じゃあそれでは聞いてください。ゆきさんで恋の花。
ぱ歌ってる時と普段やっぱ喋ってる時違いますね。違いますよね、うん、テンション違うでしょ。きっと入るというか収録の場所がこう結構密室じゃないですか、はい、この圧調すごいですよ。あ、そうですか。すごかったです。感動しました、うん、ロマンチックな歌に変わるっていうな滑稽な歌が面白いですよね。歌の流れが。そっかそっか。クイヌパナから恋の花。はい、今日は跳躍クイヌパナ節でした。はい、チューンしまうた、しまうた、てん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 。チューン民謡研究所ラジオ支部うとうて、チューンゆきしんしーと門下生のぐしちんと、民謡便乗しがちぬうがなあびとうしが、チューン民謡研究所。こんにちは。こんにちは、はい、先生なんかよそよそしいですよ今日。なんか疲れてるんですか。は、そうですか。そうだよ先生。遠いからじゃない。遠いから遠いからか先生がね今日ちょっと時間がね夜みたいだね。そうですね、いつもと違う感じがしますもんね。うん、先生、はい、ごめんね全然できてなくて。どうしよっかな。どんなしましょうか。今日相談するんでしたよね。そうそうそう、拭い口をすぐ弾けるかなと思ったけど割と難しそうだからもっと分解して指の練習でもするか、はい、指の練習。はい、それかもう急いでこの曲覚えたいみたいなのある。朝ドラユンタ朝ドラユンタはな、まだまだ急いで覚えるったってこのなんていうの簡略化でできにくい。あちゃんとずっとあのあれなんですよ、ね、いろんな変化の最初から最後まで変化があるこの繰り返しとかじゃないあんまり。あ、なるほど、あんまりはしょれないっていうか、はい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 、全部一応やらないといけないかな。サドヤユンタだったら。そっか、じゃ何がいいんですかね。なんか民謡じゃなくてもいいんですか例えばなんかシマンチュの宝の、入りとかできるんですか。もちろんできますもんけどね。シマンチュの宝の入り、入りというか、できるかなこれ。ぬぶい口の方が簡単なんだけどな。あ、そうなんですか。これができぬぶい口ができないとまずできないよって話ですね。わかりました、ぬぶい口覚えます。なんか等身同意とかだったら。あ、はい、だったらね、もうワーワーしてる歌だから、はい、ちゃんと弾かなくても7だけ押さえて、7押さえたでしょ、はい、7押さえっぱなしでよ、ミジルとウジル交互に弾いてればさ、あと歌乗せれば、あ、すごい、やってれば歌が歌えたら。ミジルとウジル、んだから7アイってずっとこのままです。あ、そっかそっかそっか。あ、そっかそっか。そうそうそう。そうだね。そうだね。難しいな。最初の部分もこんなでしたっけ？いや、本当は。おー、本当だ。別にこれだけでも。わー、どんしんどいさんてまん。あ、いや、このままこのまま、あのさ、別のこと弾かないで。どんしんどい、歌詞がわからないこんな感じなんだ。こんな感じもできるんですね。歌ができるんだったら、
でそれでもいいかな。なるほど。ぬぼいくどちやる？ラジオラジオ無言でうなずいてラジオだ、ラジオだった、忘れてた普通には喋ってようと思ってました今なんか他にあります？逆になんかじゃあ盛り上がる歌がいいんだったらやっぱり等身大以上にこんな手っ取り早いのないかなと思ったんだけど、はい、みんなわかるじゃないですか。うん、確かにみんなわかるんですよ。だから歌が歌えたら、三線はもうこれで、あ、これだけで乗り切れるんじゃない？音が違う。そう、あの早弾きね、この七愛って言っても、はい、のね、この一定の点点点点じゃなくて。早弾きはそれが弾むんですよ。てっ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 て、だから速くなるとこと伸びるとこと、はい、あーむずこのそうそう、それだとあのこの一定なんですよ。てん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 そう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 、まあそれでも意外と難しい、ね、難しいですね難しい、必死必死ですね。そうか、じゃあ、うん、で、はい、でもそれだったらずっとやってればできるんじゃない？なるほど。ちゃいますよ、何も言ってないですよ、通っただけですよ。手っ取り早くはじゃあ結論できないってことだね。そうですね地道にやりなさいでしたね結局は。ちょっと大サービスで言ったつもりなんだけど、はい、確かにすいませんね。じゃあやっぱりぬぶいくどちかな。そうですね、やりましょう。で地道に次あさとやゆんたでもやりますか。やりましょう、うん、まずぬぶいくどちを完成させなければ、うん、じゃあ歌。旅のんじたちこんのんどしんてこんのんふしゆがりくがにしゃくとてたちわかる。で2番いきます。あ、ここはね、2番に行く間は1回です。あ、1回ですか。うん、立ちわかる立ちわかるてんてんてん。あ、どこやってるかわかります？あ、1番の最後の、はい、立ちわかるで歌持ちってやったら次スーディーってすぐ入ります。うわ、1回でまた愛着構図か。最初に戻ります。はい、じゃあ練習 しようね。はいはい、とうっさ先生ありがとう。おりーこチュンシマウタ。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています。新車中古車のご相談ならギノワン中古車街道長浜モーター 892-3719 892-3719。 レンタカーやってます。穴が開いた、あいえ耳が入った、剥がれた、あがへこんだ、やなかんぱち、あいでーじー住まいの困ったはまず電話してください。何でも丁寧に直します。家を大事にすることが幸せへの近道。地域貢献で20年、総合修繕や守るハウス。電話 892-4860。 1日1膳。有限会社三印刷はおかげさまで65周年。ビジネスの情報力、イメージをクリエイトする創造力、期待に応える技術力の3つの力に新たにドローン事業が加わりました。情報伝達を確かな力で、私たちは三印刷です。和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒などさまざまなお酒を楽しんでみませんか。ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのお任せフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから創造へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。Have you ever heard of Get What I Meant? Well, I think it's a radio station. I heard that. Really? Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will enjoy. 790.7. 79.7. Come on, come on, turn the radio on.チューンしまうた。では亀谷超人さんと吉里和美さんでミートブニ。ミートブニお送りしました。チューンしまうたお送りしていきました。チューンしまうたでございますけども、はい、さあ特にこれといった告知はなく、あ、じゃあ私お願いします。はい、ゆきさんお願いします。あさって、あさってか、6月6日6日、はい、木曜日の朝、あ、そうだ、うん、糸満ハーレーがあるんですけど、はい、糸満の漁港中地区です。中地区で10時からスタートです、はい、うん、で最初は開会式やって、うん、その後ウガンバーレーっていう、おう、うがんってわかる、このお祈りっていうかね、はい、海の神様にお祈りするレースを、レースっていうか三加村、あの、な、西村、うん、中村、はい、三島の3つの村の戦いっていうか、はい、競い合いなんですけど、はははははは、あの、あ、青組、赤組、緑組みたいな、なんかみんな色分けされてるんですけど、はいはい、はあはあ、その1回レースがあるっていうことですか。ウガン、ウガンバーレー、そう、そういうのがあって、はい、で、あの、その後からなんか職域、なんか職場対抗とかいろんな中学生対抗とか、なんかね、プログラム知らないですけどいろいろあるんですよ、うんうん、その中でのゆきさんので私が、はい、参加するのは、うん、ウガンバーレーです。ウガンバーレー、はい、一番最初です。わー、大事なやつだ、一番でそれぞれの 村のこの応援の意味かわからないんですけど、うん、はいはい、歌があるんですよ。お、あ、なるほど、はい、で自分は中村を担当します。あ、3人じゃいらっしゃるってことですか。そう、1人ずついるんです。はい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 、はい、中村の方は一番最初なんですか。2番目です。2番目、はい、なんか西村が一番最初にできた村らしいんです、うん、そうですか。で次に中村ができて、はいはい、三島は新しいって書くんで、最後のでき、最近できた村なんですけど、その順番で緊張です、はい、でもそのライブ配信もするとかなんとか、いやいやいやもうなんかテレビとかで見てください。テレビでね、あ、6月の4日、6日、4日は今日です。4日今日でしたね。もう分からなくなってる、時差ボケしてるのかもしれない、うん、沖縄にいないからね、はい、ところで最初なので、はいはい、本当に10時にすぐ歌うと思います。ほわ、はい、朝一発から、はい、いや緊張ですね、はい、これどうだったのかもまた来週の放送で、そうですね、聞かせてくださいよ。怖いような、楽しみなような。楽しみですよ、もうね、うん、数年前に、はい、
観光客で見に行ったんですよ、はいはい、ただ糸満ハーレーっていうのは大きいらしいからどんなもんかなと思って、そしたらその海に向かって一人で歌ってアカペラで歌ってる人がいて、この歌が素敵で、何これと思って、すごい、それ後の自分になる、そうそう、ね、だからこれやりたいと思ったんですよ。あ、すごいじゃないですか。でこの歌何なんですかってすぐ終わったら聞いて、なんかいろいろ教えてもらってから自分で覚えて、すごいな、なんか不思議ですね、不思議、ね、だからこんなのをただの数年前まで観光客だった人にやらせるこの心意気、うん、海んちゅのすごいなと思って、まあまあゆきさんのこのあれもありますけどね、いろいろこの頑張り度というか、ああ努力知名度というか、それはもちろんそうでしょ、同じぐらいに重なってたと思いますけどね。一応この歌に対するそのなんか海のこの神様にお祈りするその歌がいいなって思う気持ちは多分海んちゅと同じぐらいかなと思うんですけど、それ以外はもう全然分かってない山育ちのでもその気持ちがね海んちゅに伝わってお願いされたんじゃないでしょうか、かもしれないです。それがすごい嬉しいので、それに応えられるように頑張りたいと思います。まあ頑張りすぎず頑張ってください、はい、はい、応援してますはい、あの皆さん来てください。なんか送迎シャトルバスが、なんだっけ、あの大きい市場あるじゃないですか、大きい市場、あるように糸満の何でしたっけ、なんか JA みたいなとこの隣のなんかお魚センター的ななんかねえ、あ、やばい、絵だなんだっけ、泊まりにまたこんないい加減な告知をして探してきてください、あのに車止めてシャトルバスが出てるのと、糸満の市役所からも出てると思います、これってお昼ぐらいまでやってますか、夕方ぐらいまで、夕方まで、で、行けたら行きたいな、だから1日楽しめるんですけど、まあね、出る人頑張ってくださいね、こぎ手の人、はいはいはい、あとでそのウガンバーレが終わったら並行してこの港では、あのレースがあるんですけど、そのレースを見るんじゃなくて、私のおすすめはこのウガンバーレで漕いでた人たちが、みんな道巡礼してから白銀堂に行くんですよ、で白銀堂でこの報告、勝利しましたっていう報告を歌いながらやるんですよ、これが素敵、こうなんすか、あ、それが見どころなんだ私的には、はい、大事なところですよ、はあ、見たい、ぜひじゃあ皆さんね、それを見てほしいです、はい、はあ、でまた港に戻ってレース見たらいいので、はい、はい、あの一番見どころはやっぱりアガイスーブって最後のね、試合、その日の最後のあるんですけど、自分はでもね朝歌うので、ぜひよかったら朝から来てほしいです、はい、はい、というわけでチューンシマウタをお送りしました、はい、うん、じゃあ合言葉いきましょうか、合言葉いきましょうよ、はい、うん、せーの、チューンしまうた、あちゃんしまうた、お相手は、お笑い込みわさびの具志堅と FM 技能あゆきでした。足びあらごしこ恋しちょそらしそうだ。